こちらガイ高山さんのサーフボードですね。かっこいいボードがあります。富田早川さん、このガイ高山さんのボードちょっと教えていただけますか。はい、ですね、まあ、あのガイ高山さんは、まあ、ドナルドさんの、まあ、義理の息子さんで、あの現在も自分も選手として活躍しているので、まあ、毎年あのどんどんいろんな新しいモデルも出てるんですけども、まあ、今回あのご紹介するこの GT7、はい、これは、まあ、あのドナルドさん の、まあ、あの有名なインザピンク、ありますね、これを、もうちょっと、まあ、今風にちょっとアレンジしてよりもうパフォーマンス性を上げた。なるほど、インザピンクの進化版なんです ね、簡単に言うと、はい、ただあのちょっと薄いとか、まあ、レールも落ちてて、はい、あの結構パフォーマンス性もあるように、まあ、より動かせるような板に仕上がってますので、はい、で、まあ、ノーズ幅も、割とあってノーズライディングも多分やりやすい。そうですよね、広いですよね、はい、この板。そしてこの素材フルカーボン、はい、フルカーボン、すごいですよね、はい、これはもう多分この手の技術は多分うちが、まあ、世界でも認められた技術なので、はい、あのカーボンに関してはかなり自信を持ってお勧めできるものですね。やっぱり軽いっていうことと丈夫っていうことなんですか。そうですね、はい、ただあのよく言われるのがカーボンで壊れないっていう風な板ではないので、はい、やっぱりしなりの限界値そこまでいくとやっぱりカーボンでも折れますので。そうなんですね、まあ、一番あの違うのはその弾力強度はですね、こういう弾力に対してものすごく強い素材なので、はいはい、あのフットマークとかは普通にまあドーンとやったぐらいではなかなかつかないですね。うーん、はい、それとまあこの後板のまあ素材の乗り味としては、レスポンス性がすごく高い、まあ、あの高反発なので、はい、多分あの普通のフォームのロングボードで同じサイズの乗った方だと明らかにこの素材の違いというのはどなたが乗っても分かる素材ですね。どういう風にいいんですか。あのもうとにかく速いです。速い、はい、それはテイクオフ、テイクオフも、まあ、ターンの後の、まあ、波のフェイスを走ってるスピードも全然速いですね、はい、まあまあ、車でいうともうすごくチューニングされてるマシンなんですけど、そのプロのレーサーだからしか乗れないという板ではないので、逆にあの皆さん本当に乗るとすぐ体感できる、その体感の違いが一番分かりやすいと思います。そうなんです、はい、こちらが GT7 です。そして近々 GT2 も、そうですね、 GT2 もあのお店の方に入ってきます。 GT2 ってどんな。 GT2 は、まあ、このちょっとドナルドさんと比較しちゃうと、まあ、分かりやすいと思うので、あのドナルドさんの DT というものです、ね、はい、DT あります、はい、まあ、どっちからかというとノーズライドよりもパフォーマンス性が高い、オールラウンドな、はい、そうですね。なるほど、そういうことはガイさんもじゃあこのノーズライダーとオールラウンド2種類選べるんですね。そうですね、あの大きく分けるとあのそのカテゴリーですね。ありがとうございます。ぜひ皆さんこちらお店見に来てください。最高にテイクオフの速い板ですね。こちらは GT7 20万8000消費税フルカーボンモデルです。お待ちしてます。ありがとうございます、はい、お待ちします。